こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。4月の第4週は私、東大阪新聞の社長をしています小野元裕がキャスターを務めます。本日は新刊内としてウクライナ再興をご紹介します。出版元はドニエプル出版でございます。この本は副題に国家と国民のアイデンティティという副題がついておりますように、ウクライナ人とはの国家とは何か、そしてウクライナ人はどういう人たちなのかというのを古代からそして現代までを描いています。で、なぜこの本が書かれたか、この著者は本の著者はポール・ロバート・マゴチ先生、トロント大学歴史学政治学の教授で、この本を一人でも多くの人に読んでもらって、そして今のウクライナの戦争をしっかりと理解してほしいと。なぜウクライナはロシアによって侵攻され、そしてウクライナ人はなぜ戦い続けるのか、その本質を分かってほしいということで本を書かれました。翻訳したのは私の天理大学の後輩で現在スラブ世界研究所主任研究員の川津正人君が翻訳します。彼はウクライナ語、ロシア語、英語、そういった言語を巧みに操って、そして通訳翻訳を旨とした仕事をして、ただいま大活躍です。彼がこの本を訳して、そして一人でも多くの人に、ウクライナの現実を深く知ってもらう、そういった意味でこの本を翻訳しました。私どもドニエプル出版でもその思いを受け止めて版元として出版することになりました。ぜひ皆様、今書店そしてインターネットでも販売しておりますのでお読みください。